皆さんこんばんは。ドドド TV のブーちゃんです。今日話させてもらう話は実体験で、僕が旭川にいた時の職場の話です。僕はその新しい職場に開設準備の時から入社をしていて、何も部屋に物がない状態からスタートしているので、意外と館内広くてですね、3階建てなんですけど、シーンとなると本当にちょっと怖い感じの職場だったんですけど、入居者さんが入ってきて、夜勤が2人体制だった時、2人で2階のスタッフルームの前廊下でお話をしていたんです。2階の一番奥の部屋、大浴場で、大体8人ぐらい脱衣所に入れて、その奥が洗い場で浴槽という形の大浴場だったんですけど、そこのところに服を入れるカゴが8個ほど棚にあって、お風呂の解除が終わるとそこは何もなくなる、カゴだけある状態になるんですけど、だいたい1時、深夜の1時2時くらいですかね、2人で廊下で話していると、急にそっちの大浴場の方からで物が落ちる音がしました。すごいシーンとしているその夜のグループホームというか、うちの職場すごい響き渡って、僕らも急に大きい音がしたので、さすがに怖くなって、でも、何かあっても困るので2人で見に行くことにしたんですよ。確実に棚の上にあるカゴが落ちた音だったんです。プラスチックが落ちる音、ちょっと特殊なので分かると思うんですけど、2人で見に行って、ガラッ開けるとですね、そこには何も落ちてないんですよ。でも確かにプラスチックのカゴが落ちる音がしたので、おかしいね、大浴場の中の方も見てみようか、何もない、変だね、全部閉めて、またさっき喋ってた場所に歩いて行ったんですけど、その後まだちょっと怖いねなんて言いながら話をしてる瞬間に、今度は逆サイドのお部屋がいっぱいある方を2人同時で、何も話をし、そういう話はしてないのに、ふっと右を見てしまう。お互い今なんでそっちを見たか分かんない。でもうちの建物、T 路地の建物だったので、僕らが喋ってるところの一番端っこは部屋なんですけど、その奥にも部屋が T 路地の感じで広がってはいるんですが、その廊下をスタタタタタって走っていくような、女の人かなって思うぐらいの黒い影が走ってきました。僕らもさすがにさっき大浴場であった音、今回続けて走っていく人を見て、さすがに怖くなってライトをつけてまた見に行ってたんですけど、その T 路地の一番どんつきまで行って左右見ても、誰も歩いてなかったし、誰もいなかったんです。かといって誰か入居者さんが扉を、部屋の扉をスッと閉めても、音は聞こえるので、すごい静かにいたので、その音もなかった。そんな夜勤の日があったんですが、後々分かったことなんですけども、その建物、もともとその敷地に建ってたのが整形外科だったらしいんですが、その整形外科、娘さんがその整形外科で亡くなっていたという噂を
きまして、その娘さんが走っていったんじゃないかろうかと。いろんな怪奇現象ありましたが、僕の一番夜勤の中で怖かった、本当にあった怖かった話でした。ありがとうございました。